はい、おはようございます。原田農園です。9月のですね11日、火曜日です。今日は朝ですね、こちら、大根を巻いた、圃場に来ています。今朝はですね、ナスの、収穫の方は、市場が休みなのでありません。なのでですね、ちょっとこちら大根の圃場に来ていますが、こちら、見てもらったらわかるんですが、芽が出てきてます。全体的にですね、発芽してきれいに生え揃ってるみたいです。はい、という感じでですね、大根の芽の方がですね、出てきました。キャベツもですね、巻き始めて大きくなってきてます。こちらはミニ白菜ですが、ミニ白菜の方もですね、だいぶ大きくなってきてくれてます。まだちょっと畝間に水が溜まってるんですけど、まあそのうち引くと思います。このままですね、大きくなってくれれば幸いです。まだですね、昨日の無双と同じようにですね、まだそんなに穴も開いてないような感じなので、また後日ですね、防除していきたいと思います。はい、ということでですね、今日朝大根の芽が出ましたということで、ご報告の動画です。はい、それでは今日も一日頑張っていきましょう。はい、こちら白ネギの圃場です。昨日ですね、収穫を開始してですね、今の、白ネギの状態は、このような感じです。まだですね、もうちょっとアザミウマ、ネギアザミウマの、跡が残ってたりですね、ちょっと葉先の方が白くなっていたりしますが、だいぶですね、復活してきた模様です。もう一度ですね、防除の方をですね、近いうちに行っていきたいと思います。はい、こちらですね、収穫が始まった白ネギの様子です。
はい、今日はですね、ちょっと外が暗くなったんで今作業場事務所に来たんですが、今日ですね、ダントツ水溶剤と、アミスター20をですね、白ネギの方に散布していきました。これでだいぶ復活すると思われます。半分土上げをしたんで今日ですね、残り半分をまた下土上げをしていきたいと思います。で白ネギの、出荷作業なんですが、今日は防除したということで防除する前に大量にネギを取って今出荷準備中です。今 2本で1袋160円ぐらいで、販売できておりますので、たくさん出してですね、たくさん売れることを願っております。はい、白ネギの出荷作業です。はい、以上で今日の作業は終わりです。お疲れ様でした。